はい、こんにちは、澤光です。今回もエヴァの話なんですけど、今回はですね、ロンギニスの槍、カシウスの槍、ガイウスの槍という、エヴァンゲリオンにとってはね、非常に重要なこの3本の槍について、まあ、お話ししたいと思うんですけれども、このもともとロンギニスの槍、まあ、聖書などに登場するみたいな話はよくたまにね、聞いたりするかもしれないんですけど、ロンギニスの槍っていう言葉自体はですね、その聖書などには登場しないみたいなんですよね。というのも、新約聖書で、キリストが十字架にこう貼り付けにされた後にですね、まあ、その聖旨を確かめるために、そのキリストに対して槍を刺した。これが起源らしいんですね。で、この時刺した槍に滴り落ちた血で、その槍を刺した兵士がですね、もともとは盲目だったらしいんですけれども、このキリストの血で目が見えるようになったと。で、まあ、その奇跡によって、まあ、みんなから洗礼を受けてですね、その兵士がなんとロンギヌスというふうに名前を変えて呼ばれるようになったということなんですね。なので、ロンギヌスの槍があったということではなくて、最終的にロンギヌスが刺した槍、これがロンギヌスの槍っていうふうに、まあ、後世の人々が呼ぶようになったっていうのが、このロンギヌスの槍の起源らしいんです。で、このロンギヌスの槍、まあ、この最初に槍を刺した人の名前が、ガイウス・アウディウス・カシウスっていう名前らしいんですよ。なんか聞き慣れた言葉、ガイウス・アウディウス・カシウス、そう、2つの言葉が入ってますね。もともとこのカシウスという兵士がキリストに槍を刺したと、そしてロンギヌスになりましたっていうのが、これ非常に重要なお話なんですよ。もともとこのロンギヌスの槍、エヴァの世界では神殺しの槍なんていうふうに呼ばれてますけれども、で、もう一つはカシウスの槍ですよね。で、ロンギヌスの槍とカシウスの槍、これ形が違うんですね。ロンギヌスの槍は二股みたいな感じで、カシウスの槍は二股にはなってない、割れてない感じの槍ですね。新劇場版の歯で最後、もう神化しそうになった初号機に対してですね、空から降ってきた槍は、これよく見るとカシウスの槍なんです。カシウスの槍がバーン突き刺さって、初号機の神化を暴走、神になることを防いだんですね。要するにカシウスの槍が神殺しを果たしたってことなんですよ。おって感じですよね。神殺しを果たしたのがカシウスの槍で、さらに話は、新劇場版9に入ってきます。セントラルドグマの奥の方に入っていって、13号機に乗った、カオル君とシンジでしたけれども、カシウスの槍とロンギヌスの槍を2本抜けば、この世界を作り変えることができるんだよつって、カオル君がシンジを誘って13号機と一緒に入ってきましたが、刺さっていた2本の槍は両方ともロンギヌスの槍だったんですね。これが何を意味しているかというと、もともとカシウスの槍だったものは初号機をぶっ刺すこと、要するに神殺しを果たしたことによってロンギヌスの槍になった。これも史実と一緒ですよね。ガイウス、アウディウス、カシウスは槍を刺すことによって、洗礼を受けロンギヌスになった。槍もカシウスの槍から神殺しを果たしてロンギヌスの槍になったっていうことだというふうに、考察できるわけです。ロンギヌスの槍は破壊の槍で、カシウスの槍は、まあ、希望の槍、要は神殺しをしたのが、神殺しを果たしたのがロンギヌスの槍、神殺しをしようとしているのがカシウスの槍、まあ、どちらも神を殺してしまったのがロンギヌスの槍で、まあこれから何かを果たそうとしているのはカシウスの槍、まあ、それが破壊と希望みたいなものに意味として分かれているのかなと思いますね。同じ槍なんだけれども、何かを果たすことによって大きく意味が変わってくるっていうのが、このロンギヌスとカシウスの槍ですよね。で、もう一本、最後美里さんが、人間たちで作った希望の槍だっつってガイウスの槍を作って、まあ、神事に届けたわけなんですけれども、まあ、これも要は、まだ神殺しを果たす前の希望の槍なんですよ。これがガイウスの槍ね。で、最後、神化した13号機と初号機をまとめてぶっさーいきましたから、まあ、それはまだ神殺しを果たしていないガイウスの槍にしかすることはできないことだったんですよね。まあ、これが、まあ、ある意味玄道くんの予定外でしたよね。まあ、ロンギヌスの槍とこれから何かを果たそうとするカシウスの槍、まあ、神事の力によってそれがまだ神殺しを、これからまたね、13号機を殺そうとするカシウスの槍にまた生まれ変わったわけなんですけれども、まあ、それもある意味玄道が狙っていた儀式みたいなことを言ってましたから、玄道はね。
だその2本の槍で世界を作り変えよう、ユイと会ってやろうと思っていたけれども、さらにそこにミサトがまさかの奇跡を起こしてガイウスの槍を作ったわけですから、まあ、それちょっと計画外だったんでしょうね。まあ、このガイウスの槍によって全てのエヴァが、まあ、バイバイしたわけで、エヴァのいない世界になっていったっていうお話ですよね。まあ、このロンギヌス、カシウス、ガイウスのお話は結構ね、深く考えていくとなかなか面白い考察ができるので、僕もちょっと常に考えちゃったりするんですが、まあ、今回はそういったお話でございました。はい、ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録などよろしくお願いいたします。次回の動画もサビサビスー。